アルクロメタゾンは、抗炎症薬、陽震薬、抗アレルギー薬、そして、血管収縮薬として合成された、糖質コルチコイドである。ステロイド外用薬として、日本の格付けで5段階中2のミディアムの医薬品、アルクロメタゾンプロピオン酸エステル、商品名アルメタがある。アルクロメタゾンは、リポコルチンの生産を誘発させ、ホスホリパーゼ A2 を抑制する。 アラキドン酸の合成を抑制し、リンパ球からのプロスタグランジン、およびロイコトリエン酸の発生を抑え炎症の誘発を防ぐ。アルクロメタゾンのクリーム、または軟膏は、副腎皮質ホルモンを助け、また、以下の皮膚炎に効くとされる。ステロイド外用薬として使われ、日本での格付けで5段階中にのミディアムの医薬品、アルクロメタゾンプロピオン酸エステル。外用薬では、 吸収率の高い部位、頬、頭、首、陰部では長期連用しないよう注意し、顔への使用はミディアム以下が推奨される。国外では商品名、アクロベートとしてグラクソスミスクライン社から販売されている。アクロベート軟膏、クリームには0.05%のアルクロメタゾンが含まれている。以下の場合、アルクロメタゾンは使用できない。 病変の悪化あるいは変化なしでは中止する必要がある。外用薬について全米皮膚炎学会によれば、ステロイド外用薬離脱の危険性を医師と患者は知っておきべきで、効力に関わらず2から4週間以上は使用すべきではない。ありがとうございます。